大相撲春場所二日目、2024年3月11日エディオンアリーナ大阪。大相撲春場所は11日、エディオンアリーナ大阪で二日目の取り組みが行われ、黒星発進となった横綱。照ノ富士、32イコール伊勢ヶ浜部屋、が前頭筆頭。裏、31イコール木瀬部屋、大激橋連敗を回避。初日白星発進を飾った新大関。琴の若、26イコール佐渡ヶ岳部屋。 大関、高啓二27イコール時は山部屋、が揃って破れたため、二日目にして一横綱四大関全員に土がついた。一横綱に大関が破れる波乱の初日から一夜明け、照ノ富士は結びの一番で、和師裏と激突。前日に大関、宝昇流を撃破した難敵を下押しで下し、連敗を回避。まずは一勝目を手にした。初日に土がついた大関。 霧島は平幕、熱海富士により切りで破れ、停滞連敗発進。同じく黒星発進の大関、宝昇龍は小結び、西木,木をより切りで下し、一勝一敗と星を五分に戻した。新大関となった琴ノ若は平幕、浅野山に押し出しで破れ、連勝ならず。自身八度目の角番となる大関、高景勝も小結び、阿炎に上手投げで破れ、二日目にして四大関全員に土がついた。 21年名古屋場所以来2年半ぶりに1横綱4大関時代が到来するも2日目にして全員に土がつく、非常事態に。三役以上の上位力士で連勝発信できたのは関脇、若元春、小結、阿炎の二人のみというまさに、荒れる春場所、という展開になってきた。